はい、ちゃう亀岡です。今日はですね、コロナ禍覚によって、えー、日本のね、えー、に対する投資を控えるような、そういった海外投資家であったりとか、企業が増えてるって話をね、していきたいなと思っております。あとね、えー、まあちょっと見る人を選ぶかもしれないですけども、果たしてこれ以上、日本がね、 コロナ鎖,鎖国をすることに意味があるのかっていうね。まあそういった提言もしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。なのでちょっとそういった話がね、えー、気分害する人はま見ない方がいいかもしれないなと思っております。でまずはね、こちらの記事ですよね。コロナ鎖国で、えー、日本バラネと、えー、シーメンスが投資を保留したってことで、まあドイツのね、シーメンスは日本への投資判断を保留したと。でね、えー、あとドイツのボッシュもシ、ねえーセン品のね、生産が滞っているってことなんですよね。で、まあ、 ビジネスの日本への入国ですよね。これが非常に今制限されているので、ビジネス客の流入が前年比で9割減と大幅に減少している。もうほとんど入れないっていうことですよね。ここがその鎖国っていうところなんですよ。その、まあ、海外のその旅行客を止めてるっていうことでもないんですよね。もうビジネスでどうしてもその投資とかね、現地で調達するとか、場合によってはね、現地調査。 調査ですよね、えー。この辺を行うためにも来れないということなので、まあ、ビジネスにならないですよね。投資判断もできないということで。で、例えばアメリカなんかはね、もうその、減少幅が大幅に縮小して、まあ解放に向かっていますよね。まあこれはね、皆様ニュース見てるからわかる通り、もうアメリカもね、えー、まあ、デンマークとか、えー、欧州も含めて、えー、もうコロナと共存していこうと。まあこれ以上、おね、封鎖を あの、水際対策でしても、もうどうせ入ってきちゃうし、どうせみんなね、えー、感染しちゃうので、もうこれしょうがないなと。もうその、その、鎖国をすることで何か意味あるのかってことに気づいたってことですね。で、合理的に意味がないんだったら、もうそれはしょうがないと。もう共存していこうという判断になったということになりますよね。一方で、日本は、えー、まあ人材もマネーも鎖国をしたままと。 いう形になってますので、まあ非常にまあ、あの、まあ矛盾が生まれているということになりますね。その世界の経済のマーケットの中でね。で、こんな僕は投稿したんですけども、ちょっと前の動画とちょっと被るところありますけども、まあついに東京はね、2万人ですよ。2万人感染者、東京だけですよ。まあ全国だと今どのくらいですか ?10 万人くらいですかね。えー、ちょっと調べながら話してないんであれですけども、で、オミクロンがね、もう国内に蔓延しきって、えー、いますし、 え最初に拡大した沖縄なんかは、まあ、とっくにピークアウトが始まっちゃってるわけですよ。ピークアウトですからね。今から沖縄は、えー、どん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 広がってるわけじゃないんですよ。で、沖縄はこちらの記事見てもらうと分かる通り、もうピークアウトして減少に向かっちゃってるんですよ。あれみたいな。沖縄なんかね、えー、ついこの間、えー、もうやばいと。日本政府が何もしてくれないから、もう満房だと。おこのままじゃ本当に医療崩壊が起こる。まあ、もちろん医療の現場の人たちは大変だと思いますよ。もうその、どうするんだと。って言ってた、 言って、あの、どうしよう、どうしよう言ってる間に、あの、減少に向かっちゃってるわけですよ。もう、こういったことっていうのは、もう分かっていたわけですよね。なぜかというと、もう共存体制に入った海外はとっきにピークアウト始まってるので、まあ、どうせ入ってきて、防げないんだったら、まあ、ピークアウトを待つしかないっていうことは、まあ、ある程度予想がつくわけですよ。で、そうした中で、日本だけが、この冒頭で話した通り、まあ、中国もね、今オリンピックあるからやってますけども、その、とにかく、 水際対策だっていうことで、いまだにその強い鎖国を行っているわけですよね。これに対する、もう海外投資家とかの、そのいわゆる諦め感とか、その、まあなんて言いますかね。これ、どうなのっていうことで、やっぱりその投資先の対象から外れていくてことが起こりますよね。で、やっぱりそのね、今そのもう一度、経済もね、えー、低迷し始めてますよね。えーまあ、データ上、 えー、去年のね、10月、11月は良かったわけですよ。でも、12月からまた、えー、ちょっとこう、低下を始めているので、おそらく1月、2月は、大きく、経済は停滞、低迷しているというデータになってくるでしょう。これはまあ、しょうがないですよね。あの、万ウがね、発令されたので。で、この時にもしかしたらリセッション入りっていうね、発表がされるかもしれないですけども、もう、そんなことをしていたらね、まあ、株価はもちろん上がらないですけども、まあ、雇用も含めて、日本を今、立て直そうとして、今、必死に頑張っているわけですね、私たちはね。 えでアジアの中で発言力を失ってされ、ね、さあ中国どうするとかねロシアに対してどうやっていくんだと、ね、もうそういった話を常に話しているのにどうね台湾とその拮抗をしながら、えー、我々のね、えー、そのいわゆる権利を守っていくかと海洋のねっていう一方でどん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 経済力を低迷させるような発言力を失うようなことをひたすらやってそれに対して 岸田さんを、おもうそこに同調して、で我々もそれで、その一気一遊して、その、ね支持率を上に上げたり、下に上げたりするわけですよね。で、岸田さんも多分ここしか見てないわけですよ。自分の支持率をどう守るかってことしか見てない可能性があるのでね。少なくとも参議院選までは。他のことできないわけですよね。あの、経済対策とかねえ、強い日本を復活させるための新しい取り組みとか。 ここだけやってるわけですよ。でもここだけやってたって、もうとっくに沖縄はピークアウトして、その北さんが何,や何もやらなくてもピークアウトしちゃうんだったら、そのかけてる時間、国力、その国益、すべてが意味ないですよね。と僕はまあ思っています。でまあ今回ね、このチャンネルは特にその資産形成とお金とビジネスの話なので、話をまとめると、まあこれ以上ね、海外投資家も待ってられないんじゃないかな。今3週連続で売り越してきてますけども、え、まだやるのと。 まだ続けるのと。っていう話になったら、海外投資家だってさらなるね、えー、日本離れを起こしていく可能性があります。そうなると、まあ、日本株もさ、ね、下がっていくと。で、アジアの中でも、やっぱりそのね、えー、そのバランスを失って、株価をね、落とす国の一つということもね、十分考えられると思いますので、まあ、しっかりと私たちはね、考えていかないといけないなということで、今日の動画を終わりにしたいなと思っております。それでは今日は以上です。高速で、 Cool.